ヨハン・ナ・ターヨハン・ナ・テラーはオーストリアの博物学者である。ブラジルの探検を行い多くの動物標本を集めた。動物標本作りを仕事とするヨーゼフ・ナ・ッテーラーの息子に生まれた。オーストリア皇帝、フランツ一世がラクセンブルク高刈りに訪れた時、父親の作った地元の鳥や動物、昆虫の標本を購入し、父親に標本の収集の資金を与えた。 これらの標本は1794年にウィーンに持ち帰られ、博物館に収められた。父親は二人の息子を伴い、彼らに標本作りの技術を教えた。兄のヨーゼフ・ナッテーラーは、博物館の最初の学芸員となった。ヨハンナ・ナッテラーは1802年からウィーンのリアルアカデミーなどで科学を学んだ。1817年にフランツ一世は、 娘のマリア・レオポルディナ・デ・アウストリアが、ブラジル皇帝になるドンペドロ・プリメーロに嫁いだ機会に、ブラジル探検の資金を提供し、ナッテラーは探検隊のメンバーに選ばれた。他のメンバーには、ヨハン・バプチスト・フォン・スピクスと、カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスらがいた。ナッテラーは、南アメリカに18年間滞在し、1835年に多くの標本を携えて、 ウィーンに戻った。標本には、レピドシレンパラドクサなどがあり、豊富ナッチュラリーン、キャビネットに収蔵された。ナッテラーは旅行記を書くことなく、また彼のノート、日記は1848年のウィーン革命のホーフブルク宮殿の火災で失われた。ナッテラーの標本は、アウグスト・フォン・ペルゼルンによって研究され、ブラジルの鳥類として出版された。 ナッテラーの6万の昆虫の標本は火災を免れ、ウィーン自然史博物館のブラジリアンミュージアムの一部となっている。ありがとうございます。